日本のプロ野球と同様に MLB も2022年シーズンの佳境を迎えています。この時期になると注目されるのがシーズン MVP の行方ではないでしょうか。2021年のア・リーグ MVP は大谷翔平が受賞しましたが、2022年は大谷とヤンキースのアーロン・ジャッジが争う形となっています。そんな中、とある記者の発言が話題になっているそうです。一体その発言とはどのような内容だったのでしょうか。 MVP 論争。現在 MLB のファンや記者の間で話題となっているのが2022年のア・リーグ MVP をめぐる論争です。栄えあるトップの座をめぐって争いを繰り広げているのはエンゼルスの大谷とヤンキースのジャッジ。大谷は9月24日時点で投手として14勝8敗、防御率 2.47、奪三振率 11.94、野手としては打率2割7分1厘、34本塁打、90打点という成績を残しています。二刀流として話題を集めている大谷ですが、2022年シーズンは特に投手としての成績が飛躍。 MLB の長い歴史の中でもシーズンで14勝以上、防御率 2.47 以上、奪三振率 11.94 以上を同時に記録した投手は過去にランディ・ジョンソンとペドロ・マルティニスの2人だけでした。そうした歴史から今年の大谷が残している成績がいかに優れているかがわかります。もはや今年の大谷は二刀流選手というだけでなく、投手成績だけを見てもリーグを代表する選手と言えるのではないでしょうか。一方のジャッジは同じく9月24日時点で打率3割1分5厘、60本塁打、128打点と本塁打王争いでは2位以下に20本以上の大差をつけてトップを独走。1961年に当時ヤンキースに所属していたロジャー・マリスが記録したア・リーグのシーズン本塁打記録にも残り1本に迫っています。また本塁打だけでなく打率、打点もリーグ1位で、10年ぶり16人目の三冠王も現実味を帯びてきました。 MLB では MVP 選手を予想する際には選手の価値を示す指標として WAR を使用します。 WAR とはセイバーメトリックスによる打撃、走塁、守備、投球を総合的に評価し選手の貢献度を表す数値で、そのポジションの代替選手に比べてどれだけ勝利数を上積みしたかが統計的に推計される指標です。評価基準としては平均的なレギュラー野手や先発投手の WAR は 2.0、 MVP 級の選手が 8.0 以上と言われている中、2022年の大谷はこれまで打者で 3.6、 投手で 5.3 の合計 8.9、 一方でジャッジは 9.9 を記録。2選手とも8.0 以上の MVP 級の選手とされていますが、指標上ではジャッジの方がやや優勢となっています。このように白熱する MVP 論争ですが、とある記者の発言が波紋を呼びました。ジョン・ヘイマンの発言。波紋を呼んだ記者とはヤンキースの本拠地ニューヨークの地元メディアニューヨークポストでもコラムを執筆する MLB ネットワークのジョン・ヘイマン記者です。ヘイマンは自身が寄稿したコラムで、MVP はジャッジだ、東海岸びいきなんて存在しないし、バイアスなんてかからないと主張。この主張自体は特に問題視されませんでしたが、続けて、ひいきがあるならそれはサーファー野郎や俳優気取りの人間とカリフォルニアを揶揄しました。さらに MVP の投票システムは各都市に2票ずつ、最も偉大な都市のニューヨークもアナハイムも、でもアナハイムは実際には都市ではない、遊園地とふざけたモーテルが無限に広がる場所だと大谷が所属するエンゼルスの本拠地を痛烈に批判。ヘイマンのこのような主張の背景には MVP の選出におけるカリフォルニアびいきがありました。というのもヤンキースはここ10年で7度プレーオフに進出しているにもかかわらず MVP は一人も出ていません。1985年以降でもアレックス・ロドリゲスが選出された2005年と2007年の2度だけでした。一方でエンゼルスは7年連続でプレーオフ進出を逃しており、2014年のア・リーグ地区シリーズでも0勝3敗で敗退。ところがエンゼルスはトラウトが3度、大谷が1度 MVP に輝いています。ヘイマンはこうした事情からプレーオフでの勝利数よりも多くの MVP を獲得している、ここ10年で MVP は4回、プレーオフ勝利は0回と語っていました。さらに大谷の活躍についても、大谷の素晴らしい二刀流の偉業は真の価値よりも楽しさとショーのためにあるディズニーの土地にフィットする、
少なくとも今年はとチームの勝利に結びついていない現状から二刀流はショーに過ぎないと言及。データや成績などではなくヘイマンの個人的な印象を記したコラムは途端に炎上し、西海岸を拠点とする指揮者たちからは強い反感を買いました。いつもは穏やかで記録博士の顔を持つエンゼルスのマット広報も自身のツイッターで応戦。ヘイマン記者のコラムをリツイートし、その遊園地とモーテルが無限に広がる場所の方が偉大な都市より過去20年で4大メジャースポーツの優勝回数が多いと自身の得意分野を生かして反撃しました。エンゼルスの番記者ジ・アスレチックのサム・ブラム記者もアナハイムという町、村、コミュニティで大谷の MVP は印象的だったと暗にヘイマン記者のコラムを皮肉りました。ヘイマン記者のコメントは良くも悪くも大きな話題になりましたが、実際にはジャッジを MVP に推薦する声は多いです。現役時代は広島で活躍し、現在は NHK 解説者である小早川武彦は白熱する MVP 争いについて、私は今の時点ではジャッジの方が一歩リードしているかなとコメント。背景として2人の所属チームの状況が要因となっているようです。ヤンキースは故障者続出という厳しいチーム状況の中でもジャッジの孤軍奮闘もあり、ア・リーグ東地区で優勝争いを展開。小早川はそんなジャッジを、相手投手のマークも日ごと厳しくなる中これだけの数字を残しているのは本当に素晴らしいことと評価しました。一方のエンゼルスはすでに地区優勝の可能性が完全消滅、さらには球団売却の検討も発表されました。そんなチーム状況下の大谷について、大谷翔平には心配無用でしょう。野球選手の原点でもある野球が好きという純粋な気持ちが彼を動かしているのだと思いますと小早川は語っていましたが、 MVP となるとやはり優勝争いをしているジャッジが有利と考えられます。しかし小早川は大谷が逆転する可能性も大いにあるとコメント。その条件は投手として規定投球回数をクリアすることだそうです。規定投球回をクリアした時が、私はある意味で大谷翔平の二刀流の完成だと思うんです。ましてや世界最高峰の舞台での結実、これはすごいことですよと語っていました。現状小早川はジャッジの方が有利だと考えていますが、大谷を MVP に推す声も少なくありません。2年連続の MVP へ。まずはじめに紹介するのは MLB 通算219勝のペドロ・マルティネスの評価です。マルティネスは、私はジャッジの活躍を評価しているとした上で、彼は130イニング以上投げているんだ、それがどれだけ足に負担になるのか分かっているのか、私はピッチャーだったから分かる、あれだけ三振を取るのがどういうことなのかと二刀流の身体的負担について語りました。そしてシーズンが終わったら大谷は再び MVP に輝いているでしょうと断言しています。次に紹介するのはヤンキースの元エース左腕で通算251勝を誇る CC サバシアです。サバシアは自身がホストを務めるポッドキャスト番組 R2C2 で前半戦終了時点でのア・リーグ MVP を尋ねられると、翔平大谷と回答。さらにサバシアは、大谷が投手として活躍する限り俺は大谷を選ぶ、30本打つんだぞと語り、ジャッジは投げられるのかと指摘していました。また米放送局 FOX スポーツのアナリストを務めているベン・バーランダーは、翔平大谷の MVP 受賞に反対する議論なんかはやめて、今あなたが見ているものをしっかりと評価してほしいと訴え、次のようにコメント。いつまで続くのか、それは誰にもわからない、でも今こうして彼がやっている間は全てを吸収してほしい、こんなことは歴史上初めてだ、そして大谷のやっていることは二度と見られない可能性が高いと、大谷の唯一無二の価値を改めて強調しました。そんなバーランダーの意見に続くように、米野球ポッドキャスト番組エクストラポインツのコメンテーターである後人猿は、今後5年はアメリカンリーグの MVP に関する議論は一旦やめにしよう、無駄だ、この先も健康である限りそれは翔平大谷のものなんだと MVP レースに対する持論を紹介しています。これらのコメントは大谷がいかに歴史的な存在なのかを物語る証拠ではないでしょうか。そんな歴史的な選手となった大谷の
2年連続の MVP を期待したいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。